はい、どうもこんにちは。今日はガソリン税、ガソリン税とか軽油取引税と農業っていう話したいんですけど、ガソリン税本来道路目的税で、目的税で道路を作るためになんていうんだ徴収されてるわけなんですけど、この我々農業の人が、ガソリンを使った場合、一般行動以外でガソリンを消費しているわけなんですよ。こういうところで草刈り機でね、草を刈ったりとか、まあ、トラクターを使う場合は軽油、それ結構ね、仕事によっては大量に使うんですよ。それで軽油の場合には農業の業の使った場合は軽油取引税っていうのは払わなくていいことになってるんですよ。でただそれをやろうとするとちょっと手続きがめんどくさいんですよ。まずなんか実績を作ってくれとかなんとか。だから去年はこれだけ、軽油を使いましたからどうのとか、なんかそういうなんかそういうのがあって、そういうこと言われるとちょっとめんどくせえなと思って、うちでもねその手続きしてないんですけど、で結構ねそれやってない人が多いんですよ。で結局ガソリンもそうだし軽油もそうだし、税金だけただ払って一般行動を使っていないにもかかわらず、そこで使ったにもかかわらず税金だけ払ってると。それでそれじゃあ農家の方がかわいそうだろうということで、農家のための人のための道路を作ろうということで、農面道路っていうのが田舎にはあるんですよ。この辺のこの近くにもあるんですけど、それで農面道路で、まあ実際ね、そんなあぜ道だって舗装道路だってそんな変わんないですよ。どうせ遠くまで行かないし、ね、軽トラックでそんなスピード出すわけじゃなし、あぜ道でもいいのに、田舎道をきれいに舗装して、で結局それはね、サラリーマンの通勤道路、田舎のサラリーマンの通勤用の道路になって、すごいスピードで朝晩ね車が走ったりしてんですよ。でまあそれ一応でもそうやって農面道路を作って、その何て言うか歓迎してた、農家の人に歓迎してたんですけど、それもなくなってしまったと。だから今はもう税金を無駄払いしてる感じなんですよ、農家っていう人はね。農家の人はまあそれで前も言ったけど、こういうね、こういうとこの、なんつんだろう、この藁とかを燃やすのも減ってきましたよね。まあ藁燃やす程度ならいいんですけど、大量の木の枝とか、木の枝ぐらいならいいのかな、木の根っこ、木の幹、木の根っことか、こういうの農業でも出るんですけど、それを燃やしたりするとすぐ警察とか消防に捕まって罰金取られたりとか。まあ好きで燃やしてんじゃないんですけどね、農業でやむを得ず燃やす分はいいんだっていうルールがあるらしいけど、実際は大掛かりにちょっと燃やすと罰金50万円ぐらい払わされる例が出てきていると。でもみんなね、農家の人怒ってると思うんですよ。で怒ってで日本人ってこんなおとなしいのかなと思ったら、やっぱ江戸時代から百姓一揆とか起こってるんですよね。今これだけね農家が虐げられて、まあ一番はあれですけどね、米の問題ですけどね、米を日本の農政で米をいっぱい作れ作れって言われた時代もあって、作ってみたら今度は作るなっつっていう時代になっちゃって、どうしてくれんだよってね、みんな農家の方怒ってて、それでね、昔だったらっつってそんな前じゃないですよ。江戸時代だったら百姓一揆が起こってるでしょうけど、
もう私の身近な農家の皆さんはみんな怒ってんですよ。怒ってるけど、何なんだろうな。やっぱ高齢化が進んでるんですかね。農家の方、拳を振り上げようとしても、このぐらいしか上がらないですよね。私はこのぐらい上がるんですよ。このぐらい上がればいい方です。みんなね、もっと上がらない、拳が。でも、拳を振り上げた手の置き場どころじゃないですよね。拳が振り上げられない状態になって。でもこれ、ね、海外だったらありえないんですよ。中国の問題でもね、そうですけど、環境汚染してると農業じゃないですか。PM とか自動車であんな出るはずないんですよ。まあ、農業と製鉄とかね、そういうのもありますけどね、製鉄、まあ、石炭火力発電なんていうのも中国多いんですけど、でもかなり農業多いですよ。焼き畑っぽいことやってますよ。こういう草、藁、処分して、燃やして処分して、さらに最近では農業がちょっと近代化してビニールまで使うようになったんで、ビニールなんかも燃やして処分してます。で、だけど中国はそれを、まあ、物理的に規制で、広すぎて規制できないっていうこともあるのかもしれないけど、多分規制したら、多分暴動が起きちゃうんじゃないですかね。中国版百姓一揆が起きちゃうんじゃないかと思うんですよ。何もできないですよ。だから自動車を悪者にしてんでしょうけど、でも日本はすごい農家の方が虐げられて、でもおとなしくしてるっていうか、ね、高齢化で百姓一揆が起こせないと、まあそういう状態です。だから、あんまり報道されないですけどね、農家の方、もう儲けとか度外視してやってる方も多いんで、もう悟りの境地ですよね。悟りの境地でやってる方も多いんで、なかなかあれなんですよ。なんつうんだな、怒りの声を上げない、拳を振り上げないっていうのが実情です。まあ、とりあえず、私は発散しました。今日はここで。はい、ありがとうございました。